どうも、ということで、本日も、レゴフォートナイトやっていくんですけど、本日はですね、今日3月8日にね、とうとう、チャプター5シーズン2がやってくるということで、そちらに伴ってね、レゴでやってくるアップデートの内容もね、確定したということで、そちらをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こういう動画が好き、もっと情報を上げてくれという方はですね、このチャンネルではね、こんな感じの動画をたくさん上げているので、まだの方はね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もね、お忘れなくよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。レゴフォートナイトバージョン 29.00 ですね。チャプター5シーズン2の幕開けとともにこのバージョンがやってきます。ここでね、たくさん公式から情報がありましたので、すべてね解説していきたいと思います。まず1つ目、フォートナイトチームよりビルダーの皆さん、バージョン 29.00 の話をする前に…未来へとハンドルを切ってみようと書いてありますね。何なのかと、まあ、読んでいきましょう。まだまだ釣りを楽しんでいる、でもお家に帰るのにドライブできればいいのになと思っていたのなら、乗り物と他のメカ要素が登場する最新のレゴフォートナイトのアップデートは見逃せない。アップデートは今月中にリリース予定だ。たくさんの要望が寄せられた乗り物をお届けできることがとても嬉しい。ということで、こちらなんとハンドルが追加されます。オーマイガーと、こちらの映像をご覧ください。ハンドルのね、全貌が明らかになっております。ベッドにね、ハンドルつけてスラスターつけて飛んでってるみたいなね、映像があると思うんだけど、いやー、とうとう来たか。ハンドルね、やっとだよ。やっとハンドル。もうこれでね、変な仕組みとか作らなくても方向転換が気軽にできるということで、今月中にハンドルがね、追加されるみたいなので、こちらめちゃめちゃ楽しみですね。いろんな乗り物このチャンネルでもね、作っていくので、見逃したくない方はね、ぜひチャンネル登録と高評価、そして通知音でお待ちください。はい、ということで続いてやっていきましょう。え、レゴでの建築スキルを完璧に磨き上げてしまっただって？それならばどんどん建築を続けよう。3月9日アップデートの翌日から、象徴的な初期のフォートナイトのロケーション、さらに象徴的なレゴの建築物セットにインスパイアされた初登場のレゴセットを開封することができるようになるぞ。ということで、やばいと、とんでもないものが追加されます。アップデートの翌日にね、なんかすごいものが追加されてしまうと、これがね、多分一番大きいものだと思うんですけど、その前にね、ちょろっと触れておくものがいくつかあるので、そちらからやっていきたいと思います。バージョン 28.30 では、みんなが釣りの達人になったことだと思う。タークも感心しているだろう。約束した通り釣り上げたレジェンドの魚を飾れるようになるぞということで、ようやくね、釣ったレジェンドの魚を飾れるようなアイテムがやってくるということで、これはね、前々からずっと言ってたんですけど、ようやく来ましたね。ありがとうございます、エピックさん。ということで続いてやっていきましょう。これもね、ちゃちゃっと触れていきたいと思います。レゴスタイル対応のコスチュームが大量に増加ということで、バージョン 29.00 ではね、さらにいろんなコスチュームが対応しますということで、ビーチボンバー、ブライトエージェント、バーンアウト、ガブリシニア、姫、マシュメロ、メイバン、スパイダーナイト、トキシックトルーパー、バーテックスということで、こいつらが来るらしいです。皆さんのお気に入りスキンはあるのでしょうか。スパイダーボーイが来るということで、皆さん、ちょっと俺はどんなスキンか知らないんだけど、おめでとうございますということで、続いていきましょう。はい、ここからです。ここからでございます。なんとフォートナイトのショップにレゴセットが登場。はい、来たー。それぞれのね、価格とかもね、見ていきましょう。ワールドに新鮮な景色を追加したいならば、日本時間の3月10日午前9時より、フォートナイトのショップに登場するレゴセットは見逃せない。レゴセットには建築ピースまたは装飾アイテムが収録されているぞ。レゴセットバンドルで村に追加できるものを以下でチェックしようということで、見ていきましょう。やばいと。まず1つ目、ビーチサイド大通りバンドルでございます。この写真見てください。はい、やばいと。いいね。色付きのブロックがとうとう追加されましたということで、太陽、海、そして砂、これ以上リラックスできる環境はないよね。ビーチサイド大通りバンドルは 1900Vbucks 以下を収録しているぞということで、見ていきましょう。7種の建築を収録したレゴセット、44種の装飾アイテムを収録したレゴセットということで、7個のテンプレみたいなのがあるのかなと、44個の装飾、サーフボードとか、こっから見えてるけど砂のお城とか、そういうのがね、追加されるんじゃないかと思います。めちゃくちゃいいよ。1900ってちょっと高いスキンぐらいだから、それでこんだけね、買えると、これはね、たまんないですね。このチャンネルは、ね、全部買うので、お楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとね、このビーチサイド大通りバンドルとか、そういうの買うときはね、クリエイターサポート AFR もね、お忘れなくよろしくお願いいたします。ということで、続いてのバンドル見ていきましょう。続いては、ダーバーガーバンドルでございます。ご注文をどうぞ。ダーバーガーバンドルは 2000Vbucks 以下を収録しているぞ。3
3種の建築を収録したレゴセット、41種の装飾アイテムを収録したレゴセットということで、なんとここはねすごいと、3種類しかないのに2000 V バックスです。どんなものが来るのかと。種類はねさっきのとどっち比べても少ないんだよね。7種が3種になって44が41になってるんだけど、値段は100 V バックス上がってると。その分ねこれはクオリティが高いんじゃないかと個人的にはね予想しております。とんでもないものが来るんじゃないかと。もうこれもね早く買って組み立てたいね。マジでやりたいめちゃくちゃすごいぞこれ。画像を見る限り敷物、なんかダーバーガーの敷物みたいなのもあるし、ハンバーガーの飾りもあるし、もうめっちゃあるマジで。机とかもあるしね。外観とか見てもいろいろあると思うんで、マジで楽しみだねこれは。ワクワクしてたまりませんけれども、さあ続いて見ていきましょう。今回パッと追加されるものでは最後ですかね、ライオンの騎士の城バンドルということで、やばいです。これ画像を見たらわかると思うんですけど、マジでやばい。もうめっめっちゃなんかあるんだけど、石の塔から家からパビリオンみたいなものまでめちゃくちゃ追加されますね。君の村をあの伝説のテーマレゴお城のような中世の世界にしちゃおう。ライオン騎士の城バンドルは日本時間の3月17日午前9時にショップに登場。価格は 2500V バックスだ。以下を収録しているぞということで、10種の建築を収録したレゴセット、64種の装飾アイテムを収録したレゴセットということで、やばいめっちゃ多い。さっきのビーチとかよりもめっちゃ多いねマジで。その代わり価格が一番高いということで、いやこれはねうわすごいよマジで。多いからあれなのかもしれない。そして個人的にめちゃめちゃかっこいいと思っちゃうから、これはね買いでございますね買っちゃうだろうなーって感じですね。まあもちろん買うんですけども、これ皆さんお楽しみに。これだけね注意なのが3月17日ということで、ちょっと後に来ますね。そして建築ピース装飾アイテムはレゴフォートナイトの建築メニューで利用できるようになるが、サバイバルワールドでは素材が必要だということで、まあまあそれはねサバイバルでやるためには素材を集めないといけないよということですね。そうして続いてがですね、買ったレゴセットの内容は自分とフレンド両方のワールドに設置できるので楽しさをお裾分けしようということで、すごいと。自分が買ってさえいれば他の人のワールドでも使えるということで、これはね素晴らしいです。僕はね全部買うので、僕のメンバーシップに入るとね全て利用可能になります。任せてくださいと。アフロ村ではね全て利用可能になります。またレゴセットの他にも無料の建築ピース装飾アイテムを追加していくのでお楽しみにということで、これはねありがたいですね。無料で普通に追加されるということで、それもおいおい来るということで待っておきましょう。うわーでかいね、無料が来るのはでかいですね。はい、ということでここからは重要な不具合修正ですね。これも大事なんで一緒に見ていきましょう。予期せずに建物が壊れてしまうことが少なくなりました。引き続きこの問題について、特に洞窟内の建築物における対策を行ってまいります。ありがとうございます。さあ続いて、組み込んだホイールがテレポートして建築物にダメージを与えることがなくなりました。なんかあったかもしんないね。確かに怖いもんですね。それが治ると。ありがとうございます。続いて、椅子から立ち上がった際にプレイヤーがテレポートすることがなくなりました。これあった。トイレに座ってたらトイレの天井まで行くっていうね、それはありましたね。これが治るのもありがたいです。ありがとうございますと。で、折り木を担当している村人が変な素材を渡してくるのもなくなったし、一緒についてこさせてる村人が階段にもついてくるようになったと。ありがとう。無能な村人がちょい無能ぐらいになったのかな。ありがとうございます。そして安定性とパフォーマンスという面では全体的にクラッシュしにくくなったということで、でかい。これはでかい。なんか最近めっちゃクラッシュしてたからね。ありがとうございます。クラッシュしなくなったということで非常に助かります。はい、ということでね、今回ですねバージョン 29.00 チャプター5シーズン2でやってくるアップデート内容をねいち早く皆さんにお届けしました。アップデ前にねこの動画見れたあなたはラッキーだと。アップデで困ることはないということで、皆さん来シーズンも楽しんでいきましょう。はい、ということでね、今回のこの動画いいな、面白いな、参考になったと思った方はですね、今後もねこのチャンネルではレゴの最新情報を上げていくので、まだの方はねぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もねお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。